今から大逆転ある？今からこの人がお札の肖像がなるぐらい偉業を成し遂げれるか？えぐい2発いるで、なんかえぐい研究みたいな。今から大逆転あるかこいつが。なあ、あー腹立ちますね。トルコアイス僕大嫌いなんですよ。トルコアイス屋ね、トルコ人か知らんけど店員がこう一尾ってね、この商品をなかなか渡してくれへんみたいな、このノリ知ってます？これ女子高生があーってなってるやん。俺もほらサラリーマンのお客さんもね、ちょっとなんか粘り気あるアイス食べたかっただけやのに、なんかこうヒュイとかされて、 なんかめっちゃ腹立つね。こうバカにして笑ってくる感じ、ね、えお前人見とんがな人選ぶなよお前、フワちゃんかフワちゃんはあの TM レボリューション西川さんには敬語使ってましたからね、いや人選んでるやん、全員にタメ口使わない、それやるんやったら。そう一緒よ、あかんでそれね。ナンバーグランド花月の大阪にある劇場ですね、交番表、あ今日の出演者みたいなのがね貼り出されてるんですよ。そうそう、あチケット買ったし楽しみやなこれ、最悪や、外れの回や最悪や、おもんないでこれ、えぐいな、どこで笑うねんこれ、しんどいね、もたれヘビイチゴ、しんどいですねこれ、ハズレの回というね、あの言い忘れてたんですけど、あのちょっとツイッターとかで言うなしでお願いします皆さん、すいません、こういうのねちょっとツイッターとかでやめてくださいね、はい、ヘビイチゴさんですね、まあ、NGK とかめっちゃたまに出てますわ、あのナイナイさんの同期のねヘビイチゴさんが漫才して、どうもありがとうございました言うて、あお疲れ様でした、うん、そんなファンいてるかいや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 、そんなガチ勢おらんよヘビイチゴさんに、ネタ終わったらすぐ帰るマナー悪いファンおらんよヘビイチゴさんに、いやランジャタイがライフネット生命のインフォマーシャルできるか真面目にやらんやろお前じゃあね、博多華丸大吉さんとかでやっとやねん、漫才のフォーマットで CM させてくれんのな、ランジャタイには来おへんよ、暴れるやろな二人の CM やらへんがなお前ね、いや相対的に見てるタモリさん髪切ったって言うねん、髪切ったから顔伸びたように見えるか知らんけどお前何相対的に見とんねんな、髪切ったって言えよ、顔伸びたはちょっと気悪いやろなあ、あらサザエさんの船がなんか投票みたいななってますねこれ、なんかあったんですかね、あらアンパンマンのクリームパンダが、あその国民投票みたいな D ボタンでこれ合格不合格みたいなあんねやこれ、あら機関車トーマスのトビーがね、あこれ不合格やったらもうレギュラー出られへんみたいなね、これやってええのめちゃイケのサンちゃんだけやねんめちゃイケのサン中だけや、こんなえぐいことやってええのなあ、サンちゃんだけこれやってええの、サンちゃんのことは誰も好きじゃないからサンちゃんの呪い、ああすいません、すいませんね、あかん画面見えてんちゃう分からんけど、こんなテトリスみたいにならんでええねん、この次落ちてくるブロックみたいなテトリスみたいなやめてください、うん、それは一気に出したいから、テトリスみたいになってたよ今、ほんまお願いしますよすいませんね、初めてのライブなんで、おあれです、リストバンドがすごい、レゲエのリストバンドしました、はい
ティにそっち側立った。あんだけいじってたもんな、ついになんかやったんやねえ。阿蘇山大噴火さんですね、最近は阿蘇さんっていう名前でやられてますけど。いや藤井明のレントゲンいらんねん。ほんまにほんまに中から出てんの、この辺でゴニョゴニョしてるんじゃなくて。藤井明のレントゲンいらんねんお前ねえ、これ怖いですね、暴露系の YouTuber の。でも見てまいますねこのサムネね、業界通が、男性タレントリストこう晒していくみたいな一覧にしてるんですよねこれ。興味ないの、どうでもええわ。いやビギンのベースのイツはいらんよ、ボーカルやろまだ。いや林シェフええねん、西川かの子の元旦那とかね。ほんでやだ中島、あの大役やってた人、中島さんの暴露まだ早いって、もっとグン行ってからやって。好きな芸人は金属バットとドクターハインリヒです。ほんまかお前本音で言うてるかそれ、言うときゃいいみたいなんちゃう。いや金属とかハインリヒ好きな俺イケてるじゃなくて、ほんまにおもろいと思ってるかお前なあ。あ、名作ですね、塔の上のラプンツェルね。えこの金髪ロングヘアでこの綺麗なお姫様がいてね、ザジーやないかい。おいめっちゃザジーやんけ、規則悪いの流行らんよこんな。おあ、お葬式でねこれ焼香の列並んでるっていうね。まあまあ普段どんだけやんちゃな人とかでもこういう場ではきっちりね喪服着て、喪に服すという意味がありますから、お葬式の独特な雰囲気ありますね。お前ナダルみたいな服着てくんなよ。なんでお前ナダルみたいな服着とんねん、どういう神経しとんねん。ナダルの漫才の時の服着てくんなお前なあ。まあ一般の方のツイッターですね、あフォローが4人だけ、あじゃあ結構すっきりしたタイムラインこう見やすいですねツイッターを。誰フォローしてんねんこれ、やかましいでこのメンツいかついな、やかましい4人やな、これうるさいで。あこの4人フォローしたんやね、セッターズ飯田ですね。これセッターズ飯田なんですけど、エマトでザコ師匠そんなハマらんねん。夏木先生ベタボレしてるやん。やこんなめちゃくちゃな修正入れまくれよ、そんなハマらんからこれ。いやトロッコアドベンチャーにガチのトロッコ問題出えへんねん。いやこの永遠のテーマあるけど、こうカジキって一人殺すことにするんかっていう面白い問題あるけど、倫理観を問うネプチューンさんやらんよトロッコ問題これ。ファイブボンバーにそんな問題出るか。おい、いやちゃうあれ、ひらがな3文字の都道府県5つ答えろとかで言うねんお前、なんやねん AV のジャンル5つ答えよって。ネプリーグでそんな問題出えへんよそれ、定番ちゃいますよ。いやいやいや名倉さん、それみんなが最初に思いつくやつちゃいますよ、あんた変やで、ベタちゃいますから、もっといろんなちゃうやつからあるから、そ謝らんでええよベタな時やそれね。だからファイブボンバーにそんな問題でええんねんお前なあ。いやむずいて、何エロ漫画に出てくる敵5つ答えよ、エロ漫画に出てくる敵、いやこれはだいぶむずいけどな、おそれは謝れや。それは定番やろ、それはほんまごめん職種や、なんでドヤ顔でお前誰もわからんかなみたいな感じで言うとんねん、変やで名倉さんずっとなあ。はい、これはですね、次もし座王に呼ばれて、作家っていう席座ってレギュラーさんのネタ考えるってなったらやろうと思ってるやつです。、はいね、
これなら OK。 ちょうどいいっていう、これやろうと思ってます、はい。あ、インパルスの堤下さんの写真を立てかけてパチンコ売ってるやついますね、これ、いや、よく当たるけどよう当たるけど、いや、縁起良すぎるやろ、お前、さすがに当たるけど眠なるぞ、お前ああよう当たるけどやめとけよ、お前ね。ネズッチの衣装は確かにそこから傷んでくけどここがヨレヨレなっていくけど、このここかな、ああそこ、そんなんなっとんか、よう見たらそこから傷んでいくけど、はい、これはですね、女の子が泥だらけの女の子になんかホースぶっかけて一回きれいにして、でその後に服ドレス3種類から選ぶやつで一個ピンクのやつ選んでめっちゃ着飾って、でなんかカチューシャとかなんかネックレスみたいな選べるやつカチューシャってカチューシャつけて、最後ボサボサの髪をなんか仕上げんねんけど、なんかなぜかバリカンのボタンを押してもうて、女を丸坊主にした時に女が言うセリフですね、はい、あのアプリの広告であるんですよ、女を丸坊主にするわけわからん気象アプリのなんてことって言うんですよね、女の子が、ちなみにこのアプリをダイアンの西澤さんがやっていました、はい、これはねすごいびっくりしましたね、あの動画でも言ったことあるんですけど、なんかダイアンの西澤さんが営業中の楽屋でこう携帯いじってて、パッて見たら女を坊主にしてましたなんてことって言われてました、はい、でちなみにその話を動画でしたらダイアンさんが YouTube でアンサー動画みたいな、いや粗品ちゃうねんみたいな弁明の動画を出してくれたんですよ。あれはもう完全に広告をたまたま見てたんを粗品が目撃しただけやから、俺そんな変なゲームせえへんよ、その広告でよう見る意味わからんゲームせえへんねん、俺はこれだけやんねんって言ってて、西田さんあのホームエスケープっていうあの老人が畑耕すめちゃくちゃおもんないゲームやってました、それも広告でしか見えへんのあれね、なんてことでした、はい。壁ポスター出順かわいそうめっちゃかわいそうやわ、サジェスト失礼やわこれ僕ちゃいますからね、このみんなが失礼っていう、この僕じゃないですよこれ、 Google、AI 皆さんがこう検索してるってなんか失礼ですね、俺 Twitter とかちょっと禁止で皆さんお願いします。うわ、ここはどこだね、密室に閉じ込められてますねこれ、青年がゲームを始めよう、デスゲームですよね、こういう展開怖いな。今からこのモニターに吉本の劇場が中継で映し出される。え、今から出てくる芸人が一度でも客から爆笑を取ればお前は脱出できる。ただし一度も客から爆笑を取れなかった場合お前はここで死ぬ。おお、なるほど、どっかの吉本の劇場の中継で芸人が出て、いや客から笑い取ったらええんやろ、ほな大丈夫やろ、だって吉本の劇場って吉本のまあまあ上のメンバーしか出れませんから。いや、人気者来い、せめて人気者、爆笑取れて大丈夫、いけるぞ。おっと、そろそろ出番だ、頼む、生きてくれよ、最悪やだだ爆笑取れへん、最悪やだ、残念最悪や。あー、これ懐かしいですね、僕が優勝した年の R1 グランプリの、審査員票の内訳、これリアルにほんまこの通りなんですけど、はい、審査員が6人ぐらいおったんかな、6人おって3票持ってて、4人のどれかに3票振り分けるっていう、1票2票でもいいし、1票1票1票でもいいし、3票0票でもいいんですけど、僕とおいでやす小田さんが同点やったんですね、この時、でより多くの審査員が票を入れた僕に軍配が上がったんですよね、この時、
だから小田さんは文枝師匠、関根さん、久本さんとか言っててね、僕はまあ友近さんでリーダー渡辺さんとか、これ懐かしいですね、ありましたね。あ、これファイナルステージね。そうそう、最終決戦 R1 3名残ったやつも僕同点やったんですよね。セルライトスパの大塚さんと同じ7票やったんですけど、僕の方がこれ見てください、5名ね、6人中5人から入れてもらって、関根さん、久本さん、陣内さん、友近さん、渡辺さんから入れてもらって僕が優勝したのが、これ事実であるんですよね。いや、エンディングで桂文枝師匠、俺にどんな気持ちでトロフィー渡したんや。一票も入ってないやん、最後あんただけやで、3票ガンって入れてんの、あんたで決めようとしてるやん、そんなんすなよなあ。いや、お前の一存だけで決めすぎやろ、これ2票1票で分けろよな、危ないとこやで。ねえ、ほんまに浜田雄太郎にも3票入れとった、文枝師匠、その前の年ね。いや、滑るんちゃう今回。滑るんちゃう、さすがに。